それでは定刻になりましたので始めさせていただきます。こんにちは、日本モンキーセンターの林です。本日の司会進行と後ほどの講演部分を担当させていただきます。本日は動物園飼育員と研究者が語る霊長類学オンライン体験講座にご参加いただきましてありがとうございます。本企画は中部大学で開催される第36回日本霊長類学会大会のプレイベントとして行われます。最初の10分で日本モンキーセンター園内の飼育現場から飼育員ガイドをお届けします。その後30分の講演及び質疑応答という流れを予定しています。オンライン配信という新しい形式のため不慣れな点も多いかと思いますが、最後までお付き合いいただければと思います。まず簡単に Zoom の操作方法について運営側から説明をお願いします。はい、説明させていただきます。動画の撮影はご遠慮ください。スクリーンショットは可能でございます。後日 YouTube 等へアップする可能性がございますのでご了承ください。では機能の説明に移りたいと思います。感想はチャットにお願いいたします。随時お受けしております。質疑応答のコーナーがイベントの最後にございますので、その場合、手を挙げるの。で、登壇者の方に直接質問ができる形になっております。Q&A が、随時文章での質問を受けたまっておりますので、こちらもご活用ください。では、林先生にお戻しします。はい、ありがとうございました。それでは早速、日本モンキーセンター内、アフリカセンターのチンパンジー運動場前から、広沢さんに中継をお願いします。はい、こんにちは。チンパンジーの飼育担当の広沢です。皆さん、後ろを見てください。チンパンジーの運動場です。チンパンジーがどこにいるか、わかるでしょうか。今日はですね、あいにくの雨なので、みんな雨宿りできるところにいます。あそこの屋根があるところにチンパンジー3頭が固まっております。上にちょっと上のところにハンモックに乗っているのがマリリンさん、ちょっと右下にいるのがフジコさんで、左に顔をこっち向けて寝転がっているのがオスのジミーくんです。いつもはですね、晴れてたりすると木陰にいるんですが、今日は雨なのでみんな固まってあんな感じで過ごしています。で、この運動場で見てもらうと分かると思いますが、植物がたくさん生えています。野生のチンパンジーは森の中で生活しています。木にぶら下がって木の実を食べたり、高いところで寝転がったり、木の幹の周りでぐるぐる追いかけっこをして遊んだり、そんな生活をしています。飼育下のチンパンジーにもですね、そんな豊かな環境で、暮らしてほしいということで、20年以上前から、昔から、ここでは植樹がされてきました。今はですね、剪定しなきゃいけないぐらい植物がたくさん生えております。はい、でさて今日はですね、チンパンジーの子育てについてということだったんですが、まずチンパンジーの寿命ですが、だいたい50年ぐらい行きます。あそこにいる右下にいる藤子さん見てください。藤子さんは実は推定ですが年齢49歳です。おばあちゃんです。もうそんなに若くはないんですけど、よぼよぼしているってほどではありません。元気です、藤子さん。はい、でモンキーセンター全部で8頭のチンパンジーがいるんですが、一番若いのがマモルくんです。マモルくん実は昨日7月25日に6歳の誕生日を迎えました。で、誕生日パーティーを行いました。今日今は運動場に出ていないので、撮影した動画で紹介したいなと思います。動画をお願いします。実は昨日も雨が降っていたのですが、たくさんのフルーツでお祝いをしました。お母さんのマルコの背中に乗ってマモルが登場します。パーティー会場にはですね、お父さんのフトムが先に到着していて、フルーツ俺のだ、あんま手つく出すなって感じでですね、大ハッスルでした。でマモルたちはなかなか手出しできません。こんな風に大人のオスが自分の強さを誇示して美味しいものを独り占めしてしまうっていうのはよくあることで、
みんなで平等に分け合うということはあまりありません。いくかでは。なので少し離れたところにマモルへのプレゼントを隠しておきました。黒い毛布にくるんであります。マモル見つけることができるでしょうか。あそこです。はい、無事マモルが発見します。中からですねごそごそ探して大きな大きな丸ごとの桃を見つけて食べることができました。今ヒーヒー言ってるのは美味しい美味しいってストームが喜び泣いているところです。普段は一口大にカットしてフルーツを用意することが多いので丸ごとフルーツっていうのは特別な日のご馳走です。ストーム、フルーツは全部自分のものだぞってアピールするために右手でガードしながら今食べてましたね。今からフルーツを取ろうものなら怒られてしまいます。守今お母さんからねだって食べ物をちょっとゲットしました。親子の間でも食べ物に関しては結構シビアであんまり食べ物のやり取りはありません。最近守のおねだりがしつこいことが多くなってきたので、守マルコ、お母さんのマルコは結構あっさり渡してあげてました。それもちょっと驚きでしたね。この後、オスのストムが好きなものだけ手に取って去っていったので、ようやくマモルとお母さんのマルコフルーツにありつくことができました。動画はまた別の日の様子です。高い木の枝で、ちょっとカクカクしちゃってますが、木の枝を揺らして一人で遊ぶ様子などもよく観察します。チンパンジーはニホンザルなどに比べると比較的ゆっくり成長します。13歳前後で大人の仲間入りです。6歳になったばっかりのマモルはまだまだ子供ですが、あと10年もしたらツトムよりも強くなるんじゃないかなと思います。こんな風に今でもお母さんの背中に乗って移動することがよくあります。体重は多分20キロ前後でとっても重そうなんですが、お母さんがマモルを乗るのを拒否したりすることはあんまり見たことがありません。いつも甘やかされて育っています。そして今はもう離乳してしまいましたが、生まれて半年くらいは母乳だけで育っています。その後は大人たちが食べるものを食べるようになって、お乳の割合がどんどん減っていきます。で、チンパンジーは4、5歳でまでお母さんのお乳を飲みます。マモルもですね、5歳になってここ1年くらいはお乳をチューチュー吸うことは、ほとんどなくなっているので、お母さんのおっぱいはもう出てないんじゃないかなと思います。4、5年かけて一人の子供を授乳して、それが終わる頃、母親の体は次の子供を妊娠する準備ができて、発情が戻ってきます。なので、チンパンジーのメスはだいたい5、6年ごとに出産をします。動画が終わりましたので、中継に戻ります。マモルはですね、離乳した今も、変わらずお母さんのそばで毎日生活を送っています。お母さんのおっぱいから栄養を取ることはなくなりましたが、今でもお母さんの愛情や保護を、必要としています。今でもですね、ごくたまに、なんか怖いことがあったりとか不安な時あったりするとお母さんに抱きついておっぱいを加えるってことがたまに観察されます。そうですね、今はですね、まだまだかわいいかわいい本当にマモルくんなんですけれども、これからどん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 体も大きくなって心も成長して大人のオスになっていくと思います。その様子をですね、しっかりと観察していきたいと思います。はい、ここでこれで、飼育員からのお話は終わりです。ありがとうございました。はい、先生にお戻しします。はい、広沢さんありがとうございました。ではここから、後半部分に移って林が講演させていただきます。これで映って
てますでしょうか。ちょっとおかしいかな。はい、それでは、講演の方を始めさせていただきます。今日はチンパンジーの子育てを語るということで、第36回日本霊長類学会大会、中部大学のプレイイベントとして、動物園飼育員と研究者が語る霊長類学オンライン体験講座の第1回ということで、始めさせていただきます。では、日本霊長類学会第36回大会についてまず最初に説明したいと思います。本来であれば、この7月にもうすでに開催が行われるはずでした。中部大学で7月に開催予定でしたが、12月に開催が延期されました。で、まだ現地での対面開催、中部大学での開催になるか、オンラインでの開催になるかが未定な状態となっています。で、そもそも日本霊長類学会大、学会というものは1985年に創立されまして、異分野の相互理解を進め、幅広い視野に立った霊長類研究者を育成すること、研究者集団としての組織的活動を行うことを目的に設立されました。で、現在の会員数約500名となっています。で、その霊長類学会が主催するものとして、霊長類学会大会があるわけなんですが、それのプレイベントとしまして、今回動物園飼育員と研究者が語る霊長類学オンライン体験講座というものを企画しました。で、全部で5回になっています。今日が第1回目で、それ以降、毎週日曜日の同じ時間帯ということで、モンキーセンターの飼育員が現地で、中継をするというのと、その種に関連した研究を行っている人の研究者の講演というような抱き合わせ企画になっています。で、今回はチンパンジーですが、次回はテナガザル、次がキツネザルで、その次がヤクシマザルを紹介しながら、それとの対比でベニガオザルという珍しいザルについて、研究者の方にお話ししていきます。いただきます。で、8月23日最終回がリスザルとその禁煙種ということで、お話ししていただきます。で、まず第1回チンパンジーの子育てを語るということで、まず簡単に概要をご説明したいと思います。今見て、広沢さんの中継で見ていただいた、母親のマルコと生まれたばかりのマモルの映像になっています。で、まず大事なこととして、チンパンジーは絶滅危惧種であるというところからお話をしていきたいと思います。で、絶滅が危惧される野生動物ですので、域内保全、域外保全という2つの取り組みがどちらも大切になってきます。これについては後ほど詳しくお話しします。で、チンパンジー先ほども運動場で見てもらいました通り、集団で暮らしています。で、非常に社会的な、関係性が強い集団となっています。で、彼らは道具を使うなど高度な知性を持っていて、生後の学習が重要になってきます。で、その時にこう母親からいろんなことを学んでいくんですけれども、母親は約5年間一人の子育てに専念するというようなのがチンパンジーの子育てになっています。で、まず最初のところ、チンパンジーは絶滅危惧種というところをお話ししたいと思います。チンパンジーと一括りにはしてるんですけれども、4つの亜種があります。で、東アフリカに暮らしているチンパンジー、中央アフリカ、で、中央アフリカと近いところと思われていたんですが、最近新亜種ということでカメルーン、ナイジェリアのチンパンジーで、西アフリカ8カ国にチンパンジーが住んでいるんですが、西アフリカではすでに3カ国でチンパンジーが絶滅していて、絶滅危惧種の中でもさらに深刻なクリティカリエンデンジャードというふうに分類されています。で、まあ、それなりに数が残っていたりはするんですが、その残った生息域というのも分断化が進んでいて、
一つ一つの森林がこう細かく島状に分かれていて孤立してしまっているというような状態になっています。でこの写真のチンパンジーもこれ西アフリカのチンパンジーなんですが、森の近くまで迫ってきている。これは稲の水田のところに出てきて、いるところです。なのでこう森を豊かな森があってそこだけで暮らしているというわけにはいかないような状況になってしまっているというのが現状です。で、集団内で、遺伝的多様性が、失われてしまうともうその群れが消滅してしまうというような危機にもなります。遺伝的多様性があることで例えばこうある種の病原体に対して、強い、というような多様性があったときにはこう集団として存続できるんですけれども、同じような遺伝的情報のみになってしまうと何か不都合なことが起こるとすぐに消滅してしまうというような危機に数多くの群れがさらされているというような状態になっています。じゃあどうやってチンパンジーを守っていったらいいのかというところで、域内保全というのがまず最初に考えられます。でこれはチンパンジーが暮らしている生息域の中で行う保全活動になります。で、じゃあアフリカに住んでいるチンパンジーたちを、まあ、数を守るためにはもちろん殺さない、死なせないということが大事になるんですが、アフリカの割と多くの地域でチンパンジーを狩猟して、肉として人間が食べてしまうというようなことがあります。でそれをじゃあチンパンジーを取って食べちゃダメなんだということをいくら現地の人に言ってもなかなか難しい面もありますので、そういう場合には違うタンパク質源、まあ、育てやすいのでいうとこう大きいネズミのようなものなんかは割と繁殖力も強いので、そういうのをこう家畜として飼ってくださいというような形現在ちょっと通信が悪いようなのですが少々お待ちください。はい、先生大丈夫そうですかね。はい、すみません、ちょっと音ネットワークが一瞬途切れてしまいました。それでは再開してみます。で、その害獣駆除なんかの場合には、観光収入、エコツーリズムのような観光の拠点として使うということで収入を得る。でその収入をチンパンジーにこうやられてしまった畑の補填代金のような形で保証するというようなことも考えられます。で、他にもこう人とチンパンジーが非常に近い空間で生活していますと、人とチンパンジーの間で感染症を移し合ってしまう人獣共通感染症というものがありまして、チンパンジーは遺伝的に人と近いので人がかかる病気はほとんど全て移ってしまいます。で、そういうところをどういうふうに減らしていったらいいかということを考えると、やはりまず第一番には現地の子どもたちを中心に環境教育を行うことでチンパンジーに病気が移ってしまうんだよということを教えたり、あるいはそのトイレなんかを整備してあげて人とチンパンジーが直接接触をしてしまわないような環境を作るということも考えられます。
チンパンジーでは割と減ってはきていますが、小型の霊長類なんかは未だにそのペットとして飼いたいという需要があって、子供を取るために母親を殺してしまうというような、こともあります。でそれもやはり一番には教育というのが、来るんですけれども、密猟などで違法にペットとして飼われている個体なんかを保護するサンクチュアリのような施設も必要になってきます。で、それと同時にチンパンジーが暮らす森を守るというような活動も必要になってきます。で、その時には、まあ、伐採が大規模に行われるということが非常に大変な状況を生み出してしまいますので、そういう時には保護区に、国に保護区として認めてもらって、その森林を守るということもありますし、植林、なくなってしまった森をなんとか戻そうというような植林の試みなんかも行われてきています。で一方、生きがい保全というのもありまして、これは生息域から離れたところでの保全活動になります。で、その時に動物園が果たす役割っていうのは結構大きいなというふうに感じています。まず自然への窓として野生動物を身近な場所で展示するというところで、来園した人は野生動物の行動を観察して、彼らの生きている姿というのを体感することができます。でこの体感するというところが、この今回の体験講座というところにもつながっていくかなと思っています。でそういう野生動物の保全につながる環境教育、あるいはその種が持っている特徴なんかを調べるような研究っていうのも、生きがい保全につながっていくことがあります。でもう一つ、こう野生動物の保全のための寄付募集というのも、動物園が野生動物の生息域を守るためにできることの一つかなというふうに考えています。やはりアフリカまだ貧しい国が多いですので、そういうところにこう現金収入をもたらすための寄付、継続的な寄付であるとか、エコツーリズムなんかもあるんですが、エコツーリズムがまあ今の新型コロナの状況では難しいというところを考えると、寄付でお金を募るということも私たち先進国がやれることの一つなのかなというふうに考えています。で、ね、繁殖による遺伝的多様性の保持への貢献ということで、たくさんの繁殖が、まあ、うまく飼育下ですることができれば、遺伝的多様性を保持するという意味では、動物への意義というものが考えられるかなというふうに考えています。で、野生チンパンジーの暮らしというものをまず最初にご紹介したいと思います。福有福祉群と呼ばれる集団で暮らしています。複数の大人の男性と複数の大人の女性が一つの群れに暮らしています。で、性成熟した女性が集団間を移動していきます。で、まあ、お嫁入りのような形で、性成熟を迎えた女性が隣の群れに移っていきます。で、男性同士には、何らかの血縁関係がある。女性が出ていくので、男性同士は、みんな親戚のような、関係になっています。で男性の間にはすごく明確な順位がありまして、で男性が女性に比べて優位というような、状況になっています。で、男性が優位で、まあ、明確な順位があるというのと同じように、近隣の集団、隣の集団とは非常に敵対的な関係を持っていて、殺し合いに発展するような喧嘩も群れの間では起こることがあります。で主にイチジクのようなこう果実、木の実なんかを食べているんですが、肉食をして小型の他の猿を捕まえて食べるというようなこともあります。
で寿命は、まあ、およそ50年というふうに言われています。で、そういうチンパンジーたちを、飼育下で、研究するということも行われてきています。で、チンパンジーは、人以外で初めて道具使用をしているということが発見されました。それ以前というのは、やっぱり道具使用というのは人の特徴であって他の動物には見られないんだというのが常識だったんですけれども、人以外で道具使用が初めて発見されました。で、さらに最近ではそれに文化差のようなものがあるということも分かってきています。西アフリカのチンパンジーはこういうように一組の石を道具として使ってナッツを割って食べるというような石器使用という道具が知られています。ただしこの石器使用、ナッツ割りについては東アフリカでは石とかナッツがあってもそのような行動が見られないということで文化差があるということも最近の研究から分かってきています。で、初期の研究では手話をチンパンジーに教えて、それで人とどのように意思疎通ができるのかというようなところが調べられてきたこともあります。で、他にも初期の言語研究、やはりその人を特徴づけるものの大きな一つが言語というものですので、その言語について調べるというような研究も行われてきました。で、より広く知性というものに、まあ、言語に限らず知性というものを研究しようということで、日本では愛プロジェクトというものが始まりました。チンパンジーの愛、その頃はワシントン条約がまだ批准されていない時でしたので、アフリカから、来たチンパンジーを対象に、コンピューターの課題に向かコンピューターに向かって勉強をするというような場面で、例えば図形文字を組み合わせた人工言語のようなものを教えたり、あるいはアラビア数字を教えたり、じゃあ色がどういうふうに見えてるんだとか、他に花っていう概念があるかどうかとか、いろんな方面から研究が進められてきました。で、一つビデオを見ていただきます。これ、チンパンジーの歩夢くんが、数字を小さい順番に押しているんですが、一つ目の数字を押すと、他の数字が、隠されてしまいます。で、そういう状況下でも、どの数字がどこにあったという場所を記憶していて答えることができる。で、人よりも、一瞬ですごく短い時間で全ての数字の場所を覚えて解くことができるということで、こういう瞬間的な記憶能力という意味では人よりもチンパンジーの方が優れている課題があるということも発見されてきました。で、私自身は比較認知発達というところから研究を行っています。比較認知発達というのは、まあ、進化の過程と、まあ、知性の発達過程という2つを同時に考えてみようということをやっています。人の1歳0ヶ月絵を描かせるとこういうふうに殴り書きのような線が出てきます。で、この段階というのは非常にチンパンジーと類似性が高いわけなんですけども、人が3歳10ヶ月ぐらいになると明らかに人と分かるような絵を描きます。で、この段階になるとチンパンジーと非常に違いが出てくるということがあります。で、チンパンジーはこう殴り書きのようなものはするんですが、こう明確に何か、何を描いているということが分かるような絵は描かないということで、なぜ人は人になったのかという観点から知性の進化とその発達というのを他種と比較するという研究を行ってきました。で、チンパンジーは、人と同じ、仲間に属していて、この類人猿と呼ばれる仲間はエイプと呼ばれて、尻尾がありません。で、ニホンザルとかヨマキザルとかキツネザルとかこれからのトークでも登場してきますが、そういうサルというモンキーと呼ばれるものには尻尾があります。
で、こういういろんな種類の猿を比べる、猿類人猿、霊長類全般というものを比べることで、人がその中の一種なんだということで、研究を行っています。で、私自身はその中でも物の操作、物をどういうふうに扱うかということを認知発達の尺度として使っています。で、物の操作といってもいろんな段階が考えられまして、このように、これはチンパンジー、野生のチンパンジーなんですが、お母さんが使っている石の道具に手を伸ばして触るというような行動を子どもが見せます。これは、単数のもの、一つの石を単数の動作、一つの触るという動作で扱っていることになります。で、もう少し発達が進みますと、複数の石を叩いたり、回したり転がしたりということを同時にできるようになっていきます。で、これは複数のものを複数の動作で扱うというふうにちょっとレベルが上がっています。で、その次に出てくるのが定位的操作と呼ばれて、物を自分で扱うだけではなくて他の個体に向けることもあります。これは子供が大きな木の枝を持ってきて寝ているおばちゃんにちょんちょんと触って逃げていくという映像なんですが、自分が扱うものを他の個体に向けて操作するということができています。で、さらに自分が使っているものを他のものと関係づける定位操作というものも見られています。で、この定位操作の一例が、枝を石にこすりつけるというものなんですが、これ自体は特に何か意味があるわけではなくて、ただ枝を石にこすりつけて遊んでいるというふうに見られますが、それが何かこう機能を持つようになると道具使用につながっていきますし、先ほどのタコ体に向けて物を操作するというような定位的操作であれば、物を介したコミュニケーション、あるいは物を介した遊びなんかにつながっていくと考えられます。で、これがその発達、知的な発達の物差しとして使うことができます。で、その中でも定位操作というものの初期発達過程を母親に育てられたチンパンジーで見てみました。で、そうすると母親が行う操作っていうのを子どもはすごく興味を持って小さい頃からずっと見ています。で、ずっと見ているだけではなくて、チンパンジーは発達に従って母親と同じようなこういう定位操作というものをするようになります。で、こういうものとものを関係づける定位操作というのがいつから見られるかというのを人と比べてみますと、チンパンジー3個体ではだいたい8ヶ月から11ヶ月の時に定位操作を始めるということが分かりました。で、これは人でだいたい定位操作が10ヶ月ぐらいから見られるようになると言われていますので、ほぼ同じ時期から定位操作をするということが分かりました。で、人ではこのまんまこう定位操作の頻度というのは伸びていくはずなんですけれども、チンパンジーは一旦出てきた後それが消滅してまた1歳半から、見られるようになりました。で、この時期になるとこの定位操作をすること自体が面白いかのように、棒を穴に差し込んで口に持ち替えて、で、それを箱の中に入れて、また横から取って、同じ動作を繰り返すというふうに、この定位操作を楽しんでいるように繰り返すというような時期があります。で、ここで母親に育てられたチンパンジーはというふうに書きました。で、昔の人が育てたチンパンジーだとこの2つ目の波しか捉えられていなくって、だいたい1歳半から2歳にならないと定位操作は始まらないというふうに言われていたんですが、母親に育てられることでチンパンジーらしい初期の発達過程を捉えるということができたと考えています。で、そういうふうに親がお母さんがやっている行動を真似するという形で、出てきたもう一つの行動がその定位操作の中の一つの種類になるんですけども、積み木を積むという行動です。
この積み木を積むという行動、人だと1歳ぐらいから見られるはずなんですが、チンパンジーの場合、お母さんだけをお手本とすると、こうなかなか積まなくて、チンパンジーのパルという1個体だけが、2歳7ヶ月からこのように積み木をこう自発的に楽しんで積むようになりました。で、自分が積んだ積み木の塔の周りをこう笑顔を浮かべながら、ね、走り回っています。で、奥側でお母さん自分の積み木を積んでいるんですが、子供も同じように自分で積み木を積んで、結構高くまで積みます。それで、7個目まで積みました。で、くるっと向きを変えて、一番上の積み木を取って、叩いて、倒して、頭を抱えるというふうに、人も子供が、見せるのと同じような積み木を積むという行動をチンパンジーでもするようになるということが分かりました。で、それをもとにして、わざと積み木の形を変えて積みにくくしてみました。で、そうすると、チンパンジーの、これは歩夢くんというチンパンジーなんですが、円柱形の積み木を初めてやってみると、結構苦労します。で、横向きにして積もうとしたり、さらにその上に積もうとしたり、で、横にくっつけようとしてみたりといろんなことを試しています。で、たまたま向きが、偶然変わったのを利用して、最後横向きに積んでおしまいというふうに、チンパンジーが、いろんな形の積み木の向きをこう変えてから積むということが最初は、できないんですけども、だんだんできるようになっていきます。で、じゃあこれ同じような課題を人でもやってみました。で、そうすると全部立方体の四角の積み木の場合には1歳ぐらいから積めるんですが、円柱形の積み木になると人の子供でもやっぱりちょっと難しくって、これは初めて円柱の積み木を積めるようになってから、割とすぐの映像です。1歳2ヶ月、1歳1ヶ月ぐらいですかね。で、ちゃんと向きを変えて詰める時もあれば、そうでない時もあるという時期が、人の子供にも見られます。で、人の子供の場合、こう発生があったりと、ちょっとチンパンジーと違う姿も見られたりするんですが、こう自分で作ったとを分解して、なんて、というように、割と似たような発達過程が確認できました。円柱の積み木だと、まあ、1歳半ぐらいから。で、他のもう少し難しい三角柱とか、台形とか、突起がついた積み木なんかだと、3歳ぐらいになってようやく積めるようになるということで、人の子供にとっても割と難しい課題だということが分かりました。で、こういうふうに人とチンパンジーの比較というのを飼育下では、比べることができて、物理的な特性の理解は人と似ているということがわかるんですけれども、じゃあ野生のチンパンジーではどういう研究をしているかというと、同じように物をどのように扱うかということをに注目して私は研究をしてきました。で、西アフリカのギニア共和国にあるボッソーというところのチンパンジーで道具使用の観察を行っていきました。で、ボッソーのチンパンジーたちはすごく村に近いところに住んでいて、こう村から見える山に住んでいます。で、この山のてっぺん付近に石とかナッツ、あるいはこう水飲みができる場所を用意してチンパンジーが来るのを待ちます。で、そうするとチンパンジーの集団が訪れて、ナッツを割ってくれます。で、大人のお母さんのチンパンジーと子供です。で、お母さんはこう台紙を向きをうまく調整してから1回叩いて割れると。子供の方を見てもらうと、叩く力が弱いということもあって、なかなかナッツを割ることが、できません。で、何回叩いても子供の方は割れない。で、
子供が苦労しているのをよそに、大人の方は今、ナッツを台紙に乗せて、一回叩いて、でもう中身を食べます。で、子供の方はというと、ナッツが落ちてしまったり、叩いても割れなかったりということで、エラーを繰り返しています。で、大人の方はまた乗せて、一回で叩いて割れる。というふうに、大人と子供の間で、こう、熟練度というか、どれだけうまく割れるかというようなことも変わってきます。で、もう一つその道具の使い方だけではなくて、あれだけ子供が苦労しているのにお母さんは何もしないというのがチンパンジーの特徴です。で、チンパンジーの子育てとかこう道具使用を学んでいく過程というのは、子供が自発的に親の行動に興味を持って見て学ぶというスタイルをとっています。で、母親は子供に積極的に教えてあげる、人でいう積極的な教育というものはないんですが、で、子供が、子供の行動に寛容で常にお手本を見せ続けるということがあります。で、お母さんが、ナッツを割っているのを見ているだけではなくて、たまにお母さんが、割ったナッツの中身をもらって、食べるということがあります。で、普通の大人同士だったら絶対こういう食べ物を分け与えるということはありませんので、母親が子供が持っていくのを許すというような形で、非常に子供に対して、寛容だということがあります。で、あとは、母親とか他の大人が使った、うまくいく台紙とこうナッツの台紙とハンマーのセットを使って、子どもが、うまく割ることができるというようなこともあります。で、子どもは最初は、うまく割れないんですけども、母親のお手本を見続けるということで、長い時間が経つと徐々にナッツをうまく割れるようになっていきます。で、そういう道具使用の発達を見ている過程の中で、やっぱり母子関係にすごく興味を持つように。ちょっと電波が悪いようですかね。林先生、大丈夫そうですかね。皆様見えてますでしょうか。いっぱいコメントが来てますね。Q&A もたくさんいただいております。この後の、あれですね、Q&A のコーナーが楽しみですね。はい、お帰りなさい。ではお願いいたします。すいません、また切れてしまいました。園内からですもんね。お願いします。はい、すみません、ちょっと。はい。で、野生チンパンジーが、母親、野生チンパンジーの母親が、子供を運搬するということも報告されるようになりました。で、これは子供が母親に愛着を持つだけではなくて、母親の側にも子供への愛情というものがある、愛着というものがあるということを示す一つの例かなというふうに考えています。で、チンパンジーの母親による育児というのが、特に第一子の場合には難しいということもあります。で、チンパンジーでは、本などでこう学習するということもできませんので、自分の経験が全てになります。で、自分が母親に育てられたかどうか、他の個体が子育てするのを見たかどうか、で、自分が実際にちょっと大きくなった子どもと関わって、子育てをこう体感するというようなことができたかどうかというのによって、自分で育児ができるかどうかが変わってきます。で、野生では社会生活の中で、他個体や自分自身の経験をもとに習得して、自然に子育てを開始することができます。
で、ただし、そういう経験とかがこうあまり得られない飼育下の場合だとこうなかなか難しいこともあって、飼育下のチンパンジーだと約半数で育児拒否や育児困難が見られるというふうに言われています。で、経験不足を補うために霊長類研究所なんかでは育児訓練というのを、妊娠中にやったりしました。ぬいぐるみを抱く練習とか育児ビデオを見せるというような形で、出産に備えたんですが、それでも育児拒否が起こってしまうということがあります。で、昔、一番最初に京都大学霊長類研究所で、出産が起こった例というのを、はい、これが、霊長類研究所で一番最初にあった出産の例で、プチというチンパンジーが初めて子供を出産した時の映像です。ガーッと叫んで、そのまんま、子供を放置して、どこかへ行ってしまいました。で、昔はこの育児拒否が起こると、まあ、しょうがないねということで、人工保育といって、人が、母親代わりになって育てるということをしてきました。で、2例目がその直後なんですけども、レイコというまた別のチンパンジーが出産をしました。で、レイコの場合は、お尻からこうもうすでに頭が出てきているんですが、それで頭が出てきます。レイコもすごく大きな声で悲鳴を上げるんですが、そのまま逃げてしまうということはなく、子供を胸に抱くことができました。できるかこうできないかというのは非常に紙一重なところがあるんですけれども、いろいろ、まあ、育児拒否をしてすぐ人工保育になってしまう例もあれば、育児拒否をしてもこう解除をするということで、人が、ちょっと仲立ちをするような形で、お母さんに、子供を返すというような試みをこう始めることにしました。で、このチンパンジー、ピコと名付けられたチンパンジーで、一番最初にお見せした、プチのこう3人目の子供になります。で、やはり子供を抱くことができなくって、ちょっと低体温症にもなっていたので、1週間程度人が育てました。で、体力の回復を待って、初めてお母さんに会わせました。で、子供が泣くとお母さんはどうしたらいいかわからなくってちょっとどぎまぎしています。で、ただ子供に危害を与えるというようなことは、ありませんので、ちょっと様子を見ているとどうしていいかわからなくって、何か泣いている子供にしてあげたいというのはあるんですが、どうしたらいいかわからなくって、体を低くしてみたり、口を尖らせてみたりと、こういろいろやっています。で、この後、無事に、別の日なんですが、飼育員の人がペタッとお腹にくっつけると、それを拒否することもなく、この瞬間から、子供がお母さんにしがみつくと、そこから自然に育児が始まるというふうに、人が介助することでチンパンジーの子育てをこうサポートできるということが分かってきました。で、日本国内の飼育チンパンジーというのも非常に数が少なくなってきていて、で、しかも一施設で飼われている飼育頭数というのが非常に少ないということが挙げられます。で、あと高齢化が進んでいるということと、自然繁殖がなかなかうまくいかない群れというのもあります。で、日本にいる飼育チンパンジー全体で、まあ、遺伝的多様性を保持して持続可能な集団を維持する方略を考える時期に来ているのではないかと考えています。で、健全なチンパンジーの社会集団を維持するには自然繁殖と、あと母親に育ててもらうということで、自然な行動というのを学習してもらう必要があります。
で飼育下でまあチンパンジーの子育てを支援するということで、母親はまあ5年間1人の子育てに専念するんですが、母親に育てられることでチンパンジーらしい社会的な行動なんかの学習とか発達が促進されていきます。でそういうチンパンジーのこう母子関係、非常に密接した母子関係というものを知ることで、まあ、現代日本の子育てとか教育とかを再考する視点にもなるのではないかなというふうに考えています。で野生飼育下の双方でチンパンジーの暮らしを守るということを私たちは活動として、サガというアフリカアジアに生きる大型類人を支援する集いなんかでも発信していますし、日本モンキーセンターが出している雑誌モンキーなんかでもこのような活動について紹介をしています。で最後になりましたが、日本モンキーセンター研究実践アウトリーチの場として非常に重要ではないかなというふうに考えています。で進化とか発達を研究するという場として、非常に最適な場だと思っていますので、また皆さん新型コロナの状況が落ち着きましたら、ぜひご来園いただければと思っています。ご清聴ありがとうございました。またご興味のある方については以下の書籍も販売していますので、今日すべての質問に答えられるか分かりませんが、そういうようなところで、情報を集めていただければなと思っています。では今日はちょっと時間を超過してしまいましたが、ありがとうございました。それでは、もう時間になってはいますが、いくつか質問を受け付けたいと思います。すでにいくつか、ご質問いただいていますが、この中からちょっと2つぐらい選んでお答えできればなと思います。まずじゃあメスが文化を運ぶということはあるのでしょうかという質問についてお答えしたいと思います。メスが文化を運ぶということは実際にあります。野生チンパンジーの場合、こう群れによって例えばナッツを割るんですけども、その割るナッツの種類が群れによって細かく異なっています。でそれに関して、一つの群れでは A と B というナッツを割るという文化の群れから B という群れに移った時に、その群れは C のナッツしか割らないというような場面で、いや AB も割って食べられるんだよというような、文化情報を伝達するのはその群れの間を移動するメスだというふうに言われています。でじゃあその次、じゃあニホンザルも一部道具を利用する群れがいると伺ったことがあります。類人猿ではなく猿でも一般的に道具使用は見られるのでしょうかということで、ニホンザルもこう石遊びをしたり、あるいはカニクイザルだったかな、フロス、人間の髪の毛をプチッと取ってそれをなんかこう歯のフロスとして利用するというような魔覚がいたりというふうに、魔覚でもこう場合によっては、動物使用が見られることがあります。あと南米に暮らすフサオマキザルもナッツを割るということが知られていますので、道具を使わなきゃいけない必要性があるかどうかというような環境要因にも支配されて、そういう行動が出るか出ないかということが違います。また飼育下でこう限られた条件あるいは訓練をしたというような場合なんかで道具使用が出てくることがあります。ではそろそろ時間が来ていますので、本日の第1回についてはここで終了とさせていただきます。で答えきれなかった質問については何らかの形で、後日お答えできればなというふうに考えています。で、次回は8月2日で、毎週日曜日の同じような時間帯に行います。で詳細については講演終了後に画面で流しますので、ホームページ等からお申し込みをお願いいたします。それでは今日は、長い間ありがとうございました。ありがとうございました。